はい、今回は親ガチャの当たりや外れとですね。まあ、人生というまあ、内容について考えてお伝えしていきますので、よかったら最後まで聞いていただければと思います。まあ、あのこの親ガチャっていう話をまあ,あよく皆さんも聞かれるかと思うんですが。 まあ難しい話ではあると思うんですよ。で今回はそのまあ難しい内容にね、えー、まあちょっと考えて、えー、まあトライしていこうと思うんですけれども、まあ、あちょっと頑張って <laughs> お伝えしていこうと思うんで、えー、よろしくお願いいたします。あの親ガチャとかってよく聞きますけど、親ガチャっていうのはまあ何かっていうまあその、まあ、あの定義みたいのがあ,のあってね、えー、まあ皆さんもご存知だと思うかもしれないんですが、 子供は親を選べない、ってそういった話なんですが、子供がどんな親のもとに生まれてくるのはま運任せであり、家庭環境によって人生を左右されるっていう、まそういったま定義っていうんでしょうかね。まそういったまあ定義があるんですが、あのここでま大切なことなんですが、僕もそれは思うし、リスナー様も思うと思うんですが、ま 大小はあるにしても、家庭環境が人生を左右するんであって、全てが決まっているっていうことではないんですよ。だからたまに、あのまあまあ、皆さんはないと思うし、僕もないんですが、たまにあの親ガチャだから、あのもうどうにもならないとかって、えー、いうようなこともあるんですが、まあ、確かにあの厳しいところもあるとは思うんですが、 まあ、あの家庭環境によって人生を、えーまあ、左右されるんだって、まあ、そこから、ねえーまあ、なんとかあ頑張り次第でどうにかなる、えーまあ、人生、努力次第であるとか、そういったふうにも考えられますし、あとはあのなんて言うんでしょうね、えー、もともとね、えー、こうどうにもならないこととか、まあ、そういったこともあるとは思うんで、まあ、そのいろんな要素があ複雑に、えー、ある、まあ、難しい問題ではあると思うんですよ。でまあ、一応まあ僕なりに思ううことっていうのがあるんで えーまあ、そちらを、まあ、お伝えしていこうと思うんですけれども、でやっぱりあのこの親ガチャと言われる理由っていうのは、やっぱり親の年収がまあ低いこと、まあ、低いっていうか、まあ、低すぎるっていうことでしょうね、別に僕もそんな、あのまあ、どちらかというとね、えー、その経済的に困窮してるんで、えーまあ、なんとも言えないですけれども、やっぱりあの親ガチャの、えーまあ、あ大きな要因っていうのは、 まあ年収の低いっていとうことですねで僕はどっちかというと、まあ、皆さんもど,どう思われるか分からないんですが、あのー、比較的、そんなあそ、なんていうのかな、多くの人ほどまでは厳しくないんですが、僕の中で、このね、えー、結婚して子供がいるということになると、えーまあ、こちらはちょっと厳しいだろうなと思うのが、まあ、2つぐらい、えー、ありまして、えー、年収100万円未満、あるいは年収200万円未満、これでですね、えー、この状態で子供がいるとなると、ちょっと厳しいと思います。で であの年,収年収300万未満とか200万300万未満の人っていうのは結構いますけど、まあ、僕もそこら辺に入ってるんであ,のあれですけどあの、まあ、厳しいとはいえば厳しいんですがそうなってくると2人で働けば、まあ、なんとかなるんじゃないかっていうそういうふうにも考えられるんですね。でまあ、年収100万未満の人って かかねまあ分からない無職なんでしょうかまあ、親と言ってもでそこれって何を意味しているのかって言ってあどうやって家族で過ごしていくか無,無理じゃないですか多分だって月収10万円、えー、ないって家族としてあのす過ごしていけないと思うんですよ経済的にねだからあの懸念されますしやっぱり年収200万円未満もあのきついと思うんですよフリーターとか、えー、契約社員とか別にフリーターとか契約社員が、ねえー、悪いとかそんなことはないんですよ。僕も そんな感じで働いてるんであのあれなんですけど、まあ、独身であればというところがあるんですがご結婚して子供がいるとなるとあの厳しいと思いますね僕はあのまあ自分の解釈で思っていることがあるんですが今っていうのはね皆さんも思ってらっしゃると思いますがあの経済的に厳しい状態なんでまあ、200万円以上とかまあそうですね300万円、えー、とかぐらいだったらあまあでで夫婦共働きだったらまあなんとか、まあ、子供も育ててやっていけるんじゃないかななんて ということを思うんですよこれは確かにね年収なんか1000万円とかっていう稼ぎがある人がいればいいんでしょうけどそ,そんな人ってごくごく少数派であり現実的ではないと思うんですよだからわからないですけど年収300万円ぐらいあって で、えー、夫婦共働きをしていって、えーまあ、子供をそ育てて、えー、いければいいんじゃないかなとかっていうの思うんですよ。だから、その年収100万円未満とか、年収200万円未満っていうのは、あちょっと経済的に厳しすぎる。でこれは、まあ、親ガチャのまあ、大きな要因になるんじゃないかとあの考えます、考えられます。で このよく親ガチャっていう話が出るんですけど、まあ、主にやっぱりあのこの金銭、経済の問題だと思うんですよ。しかし、それだけではないっていうところもあるんですね。まあ、だからその、ね、数字で言うのも難しいですが、あの金銭、経済の部分がまあどうですかね、えー、半分以上を占めるところがあるんですが、それがその全てにはいかないし、で逆を言うと、例えばあの経済的に、えー、裕福であっても、うん まあそれ親ガチャになりますよねっていうそういった部分もあるんでえここからそのことについて考えていきますだから貧困であることとえまあ裕福だってもっていうまあちょっとねその親ガチャなんじゃないかっていうそういった話をえ考えていこうと思うんですがまずですねそのまあ子どもの教育の問題に入るみたいなんですがまあ僕もあのこれあの昔ありましたし皆さんもえーこのように思うかもしれないんですが あのお小遣いをもらえない子どもっていうのがい,いるんですね。だから学校とかあるじゃないですか。で、その子どもっていうのはね、まあそれは人により家庭によって、えー、異なるんでしょうけど、まあお小遣いをまあそのね、えー、もらう人ともらわない人っていうのがいるんですが、まあ、金額のね、えー、まあ多い、少ないとかっていうのはあるんでしょうけど、僕はあの子どもにお小遣いをあ,のある程度ね、あげた方がいいと思います。なんででかといいいうと例えば他ののの人人が学校でお小遣いをもらっているのにその人だけもら もらってないと仲間外れになるとかってそういったあの懸念、溝ができる可能性があるしあのまあ、子供といえどね別にお金使うわけですよ、そのねあ,あるお金の中からだからそういう意味である程度のお小遣いをあげた方が僕はいいと思うんですよ。でそれが 子供にお小遣いをあげられない親の経済状態とかになってくると親の収入が低くてそれってあの親,親ガチャに当たるんじゃないかなとあの思います。あとですね、えー、これもあるんですがあの子供の部屋がないっていうことでそれ確かに子供が何人もいてあの経済的な問題で子供に部屋をあ,の、まあ、あげられないっていうか子供に部屋を用意できないっていうのがあるかもしれないんですがやはり子供っていうのも、まあ小学生もそうですか中学生とかになれば、ね、やっぱり子供の部屋っていうのはあった方がいいんじゃないか なないかなとあの僕は思うんですよまあ僕別に独身でねその子供もいないんでそんな偉そうにも言えないんですけど、まあ、子供って言ってもね、まあ、一応あの年頃になればいろいろ思うことはあるでしょうからでその本当は子供にあの部屋を、まあ、あげたいんだけどまあ、例えばその経済的なことからあの,あの子供に部屋を用意できないっていうのはまあそれが全てではないですけどまあ親ガチャの一つの要因かなと。 とも思いますだからやっぱりどうしてもこの経済的なもの、あの金銭的なものが関係しているのかなと思うんですよ。ただ、まあ、この部屋の話ぐらいは、まあ、なんとかなんとかどうにかなるかなとかなくてもねどうにかなるかなとも思うんですがで次なんですが、あの経済的に。えー 厳しいとか裕福であるとは全く別なんですが、これこそがまさにあの親,親ガチャだなと思いますけど、あの子供にですね、えー、こう丸力をする親っているじゃないですか、あのまあ、最悪な親だと思いますけど、逆丸とかね、そういうことをする、えー、親っていうのは本当にあのまあ、まさに本当、親ガチャのあの、まあなんていうのまなてうか当たりっていうのが分かんないけど、外れ、だからの最悪な親だと思います。そういう親いますからね。うん、で まあここまでいろいろ考えてきて思うんですが、その逆丸以外の話ね、その丸力とか子の子供をに叩くとか、そういうこと以外はほとんどお金の話なんじゃないかなと思うんですよ。でこれっていうのはあのなんていうの、うまく言えないんですけど、人間の難しいところであって、えーまあ、例えばその、ねえー、親ガチャで、えー、外れの親を、 親に当たると、まあ、そ,そこから何かを自分で、えー、頑張ってっていうことはもちろん思うんですよ。それは僕も、あのもし皆さんも思うと思うんですが。 ただ、そのなんんていうんですかね育ってきたそのプロセスにおいてあのーうん、うまく言えないですけどまあだから自分の子供にね、えー、よくしてあげてって,言って,てもでも自分がそうにあのー、ど,どうしていいかわからないところもあるでしょうからそうなってくるとねその結婚したあの相手の方旦那さんだったりまあお,お嫁さんだったり、まあ、その方の、まあ、理解があのよ、ーまあ、ければよ、まあ、くなっていくと思うんですが僕はあの、まあ、どちらかというとまあそんなね あのもう親ガチャっていうほどではないんでしょうけどそんなに、まあ、よ,よくも育ってないと思うんで、まあ、そもそも僕はあの人間歪んでると自覚してますけど、あのー、その親ガチャだからなんかダメなんだとかっていうような話も聞いたことあるんですがそのさっき言ったように。 育つ、育つ、あるいは育ってきた家庭においてどうにもならないものっていうのもあると思うんですけれども、やっぱり、あのーね、最初のほでお伝えしましたが、その親ガチャっていうのが人生に左右するものはあると思いますが、すべてではないし、そのどこかで、あのーまあ、その自分の人生で、で子どもの人生ですよね、子どもっていうか、まあ、子供、まあ、僕もそうです大人ですけど、まあリ、リスナーさんもそうだと思いますが、それをちょっと考えていかないと。 いつまでたってもね、その親ガチャだからとか、すべてあの親のせいだとかって言ってると、こうなんか良くなりようもないんじゃないかなと思うんですよ。だからその 難しいんですけどね、で別に僕、そんなあのねさっきお伝えしましたが、結婚してないしね、えー、その子供がいるわけでもないんで、その偉そうにもあの言えないんですけど、その例えば、あまあ親ガチャで育ってきたその人が大人になって頑張ってる人、頑張って結婚してね、あの家庭を持って、えー、仕事をしている人もいるんで、えー、そうだと思いますし、例えば結婚はしてなくても、まあ独身で、えー、なんとか頑張ってる人もあのいると思うんですよ。まあ僕は独身でなんとか あの頑張ろうと思ってる派なんでだからそういったような何ていうの、まあ、前向きっていうかあのそういう考えが必要な,なんじゃないかと思いますね。だから親ガチャだから全てダメなんだとかって、えー、言ってしまったらもうそ,そこからそれ以上良くなれないじゃないですか。だから親ガチャで苦労しても先ほどのね結婚して頑張ってる人もいるし別に結婚せずに頑張ってる人もいるんで、うん、まあその当たり外れとかっていうのもありますしそのね子供、えー 子どもの頃の自分のその実体験っていうのもあると思うんですが、まあ、それはそれとしてね、うん、な何かしらこう、まあ、頑張ってっていうか、その自分なりにその前向きに頑張ることが必要なんじゃないかと、まあ、思います。ちょっとうまくあのお伝えできなかったかもしれないんですが、ただこのやっぱりあの親ガチャの大きな要因っていうのは、うん、経済的なことでしょうね。で、その唯一経済的なことでないものがあるっていうことであるならば、先ほどお伝えしたように、あの叩かれるとか、 あそのギ,ャギャグマルとかそういったあの最悪なあ親だと思います。 まあ、ちょっと、あの、たまにこういった話も聞かれることがあるんですけど、まあ、難しいんで、えー、うまく伝えられたかはからないんですけど、まあ、あの、僕なりに精一杯、あの、お伝えしてみました。まあ、親ガチャといえど、えー、な何といえどね、えー、まあ、僕もそうですし、まあ、リスナーさんもそうですが、まあ、あの、なんとか、まあ、よりよく生きていけることになれればいいなと思いますので、えー、まあ、そう思って過ごすのが一番なんじゃないかと、まあ、思います。 について思ったことをお伝えさせていただきました。何かしらご参考になっていただける点が一つでもあれば何よりです。ということで、えー、今回のコンテンツここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。